速稼塾の久保です。アメリカ大統領選どういうふうになっちゃうんでしょうかね。トランプさんがちょっと不利な状況ですけども、不正があったとされるバイデンさん、その不正の証拠がかなり出てきたことと、バイデンさん自身がね、これはね世界最大の詐欺をやってるんだってことをポロッと言ってしまったということもあってね、まあなんかひどい話になってきたなというところでございますけども、実際にねこれが最高裁にまでもつれ込むとなると、大統領決まるの12月ぐらいになるかなと思います。そうなったらね、やっぱりドル円市場っていうのはもうなんか私は見たこともないようなね、状況になってますね。いつ急騰してもいつ急下落しても文句が言えないような内容ですね。まあでも概ねですね、こういう時は1時間軸とか4時間軸みたいなこうね短い時間軸でいかなければ勝負をする余地はあるんですよね。まあ私お話したようにこれ100円までいくんじゃないかなっていう気持ちで見てるんですよ。ドル円が前回ね108円から106円104円になってきて103円もつけましたよね。これ100円前後に行くんじゃないかなと、もうすごい円高が起きるんじゃないかなと思ってるんですよ。その中でチャートとしては大きな時間軸、マンスリーとかウィークリーっていうのは右肩下がりになってるんですよね。これがさらに角度を増していくんではないかなというふうに考えております。それでは月足の方を見てみましょうか。月足はですねご覧のように、こちらからもう下がる一方だったところがあります。ここね、下がる一方だったところがあるんでこうやって線を引きました。今ですね移動平均線の手伝いもあってこの線よりも若干ねきつく下の方に向かっているんではないかなっていうふうな感じですね。角度がついてきました、ね、ではここに大きく上昇したきっかけがありますんで、大きな波はこのようになってるわけですよ。だからここ77円というのはねもう民主党時代みたいな価格になっちゃいますけども、まあ100円前後までは私はちょっと行くようなね感じで見てますけどね。でも100円って1桁落ちる99円、心理的に大きなハードルが日本人にあるんですよ、だからここで買い戻されて上昇していく、その向こうに進んでいくんじゃないかなと思いますけどね。まあいずれにしても100円を切らないまでも100円付近まで行く覚悟はしておくところですね。じゃあ次週足を見てみましょうか。週足もなかなか面白いですよ。週足はね私もずっと引いてました。やっとここで回収できるんですけども、こういうふうなね補助線を引きますよ。ブーッと今まではここに当たったら弾かれて上に行ってたんですよ、ね、だからこういうふうな形になってたでしょ。こういうふうな形にね、で落ちてもまた上がってきて落ちると。で今回初めてここブレイクしたわけですよ、週足でね。だから今エントリーすべきは週足とかあのデイリーですよね、まあ、デイリーがいいんじゃないかと思いますけども、ブレイクしたんで大きな流れが来ます。私はまあそういうふうに思うんですけどね。こことこのネックラインを引いてももうブレイクしたのが明白じゃないですか。で移動平均線は今ね下に大きく舵を取るためにこの爪をぐいっと広げ始めてるところなんですよ、だからこれからもねセルの動きがかなり活発になるんじゃないかなと。今103円台つけてますけども、もう102円はいくんじゃないですか。で4時間と1時間なんですよ。これね急激な反転でロスカット食らう可能性があるんであんまり分が良くないんじゃないかなと思います。1時間4時間あたりでは上下に大振れするんですよね。ちょっと普段はね1時間のエントリーなんですけども、今回はまあデイリーとか週足で勝負させてもらいます。まあ、これはね1時間ですけども右肩下がりに見えるでしょ。でも実際はここのヒゲみたいにセルで入った人がここでね刈られたりしてるんですよ。でこの辺もそうですよね。この辺も刈られてるかもしれないです。まあそういうことで日本の資産が減耗しているところかなというふうに捉えますけどもね。はい、いかがでしょうか。私の予想ではねバイデンさんが勝ってもトランプさんが勝ってもこれは円高の方向に向かうんじゃないかなと思いますよね。まあ政策的な意味もあるんですけども、円高の方向に向かってそこで何かしらのね貿易が寄っていくんじゃないかなと思うんですけどね。まあということでね、今日は7日ですんで土曜日ですけども9日からねまだ離れてもしょうがないんでしっかり相場を見させていただこうかと思います。私はねデイリーとウィークリーを
変則的に今用いて利確をしようかと思いますけども、これは資金量がある程度ないと難しいんで、多くの方は1時間軸が一番いいと思います。ではいってらっしゃい。